皆さん、こんにちは。今回はパリオリンピックの陸上競技で注目を集めている田中希実選手についてお話しします。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。田中希実選手といえば、日本陸上界の期待の星として知られています。 1500m と 5000m の2種目に出場予定で、特に 5000m では昨年の世界選手権で覇気入賞を果たすなど、メダル獲得への期待が高まっていました。しかし、オリンピックの舞台では予想外の展開が待ち受けていました。まず、8月2日に行われた女子 5000m 予選で、田中選手は予選敗退という悔しい結果に終わりました。レースは想定外のスローペースとなり、田中選手は残り4周で先頭に立ち、レースを引っ張る展開となりました。しかし、ラスト1周のスパートで次々と追い抜かれ、結果は15分00秒612の9位。各組上位8人による決勝進出をわずか0秒98差で逃してしまったのです。レース後、田中選手は自分の中で五輪が終わってしまったという気持ちと落胆を隠せない様子でした。のびのび走れていたら、どんどん加速できてラストも止まらなかったと思うが、世界はそうさせてくれないと世界の厳しさを痛感した様子でコメントしています。この結果に SNS 上では様々な反応が寄せられました。ある X ユーザーは、田中選手惜しかった、でもまだ 1500m があるから頑張ってほしいとエールを送っています。一方で、世界の壁は厳しい、日本の陸上界の課題が浮き彫りになったという厳しい意見も見られました。しかし、田中選手の挑戦はここで終わりませんでした。8月6日に行われた 1500m 予選で思わぬ展開が起こったのです。レース中、田中選手はコーナーで他の選手と接触し、大きく後退してしまいました。結果、予選敗退となってしまったのです。しかし、この接触が不可抗力と判断され、救済措置として準決勝進出が認められました。この決定に、田中選手は涙から一転、喜びの表情を見せました。チャンスをいただいたので、しっかりと結果を出したいと決意を新たにする様子が見られました。この展開に SNS 上では様々な反応が寄せられました。インスタグラムでは、奇跡的な展開、田中選手このチャンスを生かしてほしい、スポーツの神様が味方してくれたといった声が多く見られました。一方で、救済措置は妥当なのか、他の選手との公平性は保たれているのかといった議論も起こっています。スポーツの公平性と人情のバランスについて改めて考えさせられる出来事となりました。ここで、田中選手の母親である千尋さんのインタビューを紹介したいと思います。千尋さんは、娘の心の変化を最も近くで見てきた人物です。千尋さんによると、田中選手は大きな試合になると記録が上がる選手だそうです。しかし、前年の世界陸上選手権オレゴンも、そしてブダペストでも、 1500m のタイムが自身の期待以下に終わってしまいました。ブダペストの 1500m 前は最悪の精神状態でした。東京五輪で出した日本記録、3分59秒19に近いタイムが出せなくて、ずっとモヤモヤがあったんです、と千尋さんは語っています。しかし、興味深いことに、田中選手は 1500m の準決勝が終わった後、急に吹っ切れたそうです。夫、ケンチコーチがもう大丈夫だから一緒に食事をしてもいいと言ってくれて、ご飯も一緒に食べました、と千尋さんは回想しています。この心の切り替えが、その後の 5000m 予選での日本記録更新につながったのかもしれません。田中選手の心の揺れ動きが、パフォーマンスに大きく影響していることがわかります。千尋さんは、娘の気持ちの受け皿として重要な役割を果たしています。望みは自分に厳しいので、ネガティブな思考になりがちです。でも、そういう時こそ、私たち家族が支えになれればと思っています、と千尋さんは語っています。しかし、一方で、田中選手の心の揺れ動きを支える家族の存在は非常に重要ですが、それは決して簡単なことではありません。日本選手権後のエピソードは、そんな母子の関係性を如実に表しています。夜中まで田中選手の後ろ向きな言葉を聞かされることもあり、千尋さんはこれまで以上に疲れてしまうことも。千尋さんは自身の SNS に、
夜中までしつこくうるさく自己主張されて支える気力がなくなったと書き込んでいます。また一睡もすることができずパリに応援に行くのを見送ることさえ考えましたと苦しい気持ちを打ち明けました。これは田中選手が試合後の複雑な感情を母親にぶつけていたことを示唆しています。アスリートとしての田中選手は公の場では冷静で落ち着いた姿を見せますが家族の前では素の自分を出すことができるのでしょう。それは時として激しい感情のトロとなることもあるようです。また千尋さんは結果よりも親バカですとも語っています。せっかくここまで頑張ってきたのでレース展開次第だと思いますがパリではそれなりのタイムを残してほしいと思いますと千尋さんは語ります。そして少し笑みを浮かべながら本人が納得できるレースをして後でごちゃごちゃ言ってこないことが一番ですね笑と付け加えました。この言葉からは娘の成長を願う母親の気持ちと同時に時に厳しい自己評価をする田中選手の性格をよく理解している様子がうかがえます。世界の舞台でけなげに戦う長女への期待と時に厳しすぎる自己批判をする娘への気遣いが絶妙なバランスで表現されているのです。しかし最後には純粋な母親の顔を見せてくれました。望みのレースを見るたびに結果よりもこけずにゴールできるかどうかを心配していますと千尋さんは打ち明けます。そしてそれは木空も同じですと付け加えました。木空とは田中選手の妹で姉の活躍を常に応援している存在です。さらに千尋さんは応援してくださっている方たちはみんな私と同じ気持ちで応援してくれていると思いますと語り最後に照れ笑いを浮かべました。いかがでしたでしょうか。田中選手は東京オリンピック後は緊張感に支配されていたと語っています。世界の舞台で戦うプレッシャーは想像以上に大きいものなのでしょう。しかしそんな中でも田中選手は成長を続けています。これまで自分が支配するのではなくぶら下がってタイムを出すことしかできていない今日で成長した姿を見せたかったという言葉からは常に上を目指す姿勢が伝わってきます。田中選手の挑戦は多くの人々に勇気と希望を与えています。あるインスタグラムユーザーは田中選手の姿を見て諦めないことの大切さを学びましたとコメントしています。また X では田中選手の挑戦する姿に自分も頑張ろうと思えたという声も多く見られました。スポーツの魅力は単に勝敗を競うだけではありません。選手たちの努力や挑戦する姿そして時には挫折を乗り越える姿に私たちは心を動かされるのです。田中希実選手の今後の活躍にそして日本陸上界の未来に大いに期待したいと思います。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。